ため定本源氏物語経図とは、固形図に分類される、源氏物語経図の一つ。伝二条ため定筆本源氏物語経図と呼ばれる、こともある。大島正太郎急増、巻本一巻。極め札及び箱において、ため、提供筆と記されているため、ため定本の名称で呼ばれている。固形図の中では、 素本的地位にあると考えられる球状花本と比べた時に系譜部分に収録されている人物等に造歩の痕跡は認められるものの、いくつかの人物の特徴的な人物表記は球状花本と一致しており、代表的な造歩本系統のためうじ本個系図とは異なっているなど、球状花本に近い特徴を備えているため、池田機関は本個系図を球状花本系統に含めている。 その後、秋華大本や手塚山大学本といった、系譜部分に造歩が認められない、固形図もいくつかは見出されたものの、この、ため定本は、現在でも、造歩の痕跡が認められる、固形図の中では最も急上下本に近い古形図で、あると認められている。戦術の通り、本固形図に見られるいくつかの人物の特徴的な、故障は、 以下の表のように球状下本と一致しており、ためうじ本などとは明らかに異なっている。系譜部分に収録されている人物の数は141人で、ある。この系譜部分に収録されている人物の数を様々な固形図について調べ、人数順に並べてみると、以下のようになる。この人数を、時は一子が唱えた系図に収録されている、系譜部分の人数が少ないほど古く、 原型に近いものであるとする法則に当てはめると、このため、低本系図は球状下本系統の漢本である、秋花大本固形図や手塚山大学本の133人よりは多いものの、増歩本系統の固形図であるため宇治本の177人よりは、はるかに少ない人数であり、球状下本に次ぐ、現初的な形態を残す固形図に当たるということになる。ありがとうございます。